こんばんは、ヤンベアキイロです。盛岡から、来ました、ギタリストとして演奏しております。それではまず1曲目、オリジナルからいきたいと思います。嵐の後の静けさ。ありがとうございます。嵐の後の静けさという曲でした。続きまして何の、自分の中では名曲シリーズというふうに呼んでいるんですけど、世界の名曲シリーズという言いましょうか、アニーローリー、これを、ギターでアレンジしました。
ありがとうございます。アニーローリーというあの名曲です。アイルランドの民謡の曲をあのギター風にアレンジした曲でした。続きましてね、続いての曲を、はい、それではね、オリジナル曲をさせていただきます。これもね、CD の中、オリジナル曲、CD の中にも、収録したんですけど、高原のそよ風というオリジナル曲です。この曲は、こうタイトルをあの僕の歯につけてもらいました。なんかこう曲を聴いた時のイメージが、こう草花がこう揺れているというなんかイメージが湧いたので、じゃあそれをモチーフにして、じゃあ高原のそよ風という題名になりました。高原のそよ風という曲でした。続きまして、ちょっとこの曲はね、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely という曲なんですけど、これ自分のね、Facebook 上で、なんか知らないけどギタリスト、自分の知り合いのギタリストの間でなんか結構みんなハマってる曲で、なんかみんな自分でなんかこう演奏したのをFacebook 上に上げて、なんかみんな覚えましたとか、今この曲やってますよっていうのが結構間近に多くて、それに自分もなんかこう乗っかってしまって、あんだったらこれ勉強した方がいいなと思って、覚えた曲なんですけど、スティービー・ワンダーもね、実は言うと僕、本当にね、なんかひょんなきっかけで、スティービー・ワンダーと握手したことあるんですよ。その時はもう緊張して何も喋れませんでしたけどね、ただなんかこうひたすらなんか Thank you, thank you とか、なんかその言葉、わけわかんないこと言ってたと思うんですけどなんかそんなエピソードもあります。
今だったらもうちょっとこうなんだろう、こういろいろ話せたのかなと思うんですけど、その当時はなんせ私はまだ16歳とかそんなんでしたから、初々しい、何を喋ったらいいのか分かんないような状態でした。それでは続きまして、Isn't she lovely です。それでは続きまして、一つ、オリジナル曲でウエスタンという曲を演奏します。これは西部劇をこうイメージしたこう蒸気機関車、そして何でしょう、こう馬に乗ってこう追いかけっこしてる、なんかそういうふうなのがギターで表現できたらなと思って書きました。ウエスタンっていう曲です。
続いての曲なんですけど、これはあの楽園といいまして、盛岡の盛岡にこう在住している、シンガーソングライターの夏さんという方、夏っていう方がいるんですけど、まあ、その夏さんにね、曲をこう、なんて言うんでしょうか、なんかその人がこう、曲を書いたっていうのをなんか動画にこうアップしてまして、でそれを聴いた時に、ああ、なんかすごい素敵な曲だなと思って、いろいろ聴いたら、いや、もう曲どんどん演奏してください、浮かばれますっていうようなことを言ってまして、なので、僕もね、こう頑張って歌っていきたいと思います。楽園という曲です。
らない街、知らない海、知らない空、知らない言葉、今でもあなたは楽園という曲でした。はい、それではね、最後の曲にいたします。この曲はリトルジョーンズブルースという曲で、もし原田さんが参加したいんだったら参加してください。なんか乱暴な言い方でしたね。失礼しました。じゃあ始めますので、なんかあれになったらお声をかけます。それでは今日はどうもありがとうございました。このまたね、今月も CI さんのところで演奏できること本当に嬉しく思います。そうですね、まだまだね、11月もうね、今週いっぱいで11月に入るんですけど、頑張っていきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。
ました。原田さん、それでは最後にお願いします。ありがとうございました。闇田ヒーローでした。